こんにちは、ベビチューブです。私は自分に兄弟児がいるから兄弟がいて当たり前っていう感じも自分の中であったんだけど、友達とかよりもお姉ちゃんと遊んだ記憶の方が一番多いぐらいお姉ちゃんと遊んでたんだよね。そうなんだ、いいな。だから自分の子供にも兄弟がいたらいい遊び相手になるだろうなって思って。そうなんだね、うん、同じ性別だと遊びやすいっていうこともあるのかな、うん、そうだね、それもあるよね、うん、でもうちの子は男女なんだけど、うん、未だによく一緒に遊んでるよ。あ、そうなんだね、うん、あと私は子供が一人の時は結構もうずっと子供に目がいっちゃってやることなすこと注意したりとか、どうしても神経質になっちゃうことがあったから、兄弟がもう一人いたら一人のことをずっと見とくわけにはいかないから、しつけや教育とか愛情とかがこう程よく分散されてちょうどよくなるかなっていうのがあったんだよね。それわかる、うん、一人の時は何から何まで口出してた気がする。気になっちゃうんだよね、うん。私11歳離れた兄弟がいるんだけど、離れてるね。それまで一人っ子だったから、うん、小さい頃兄弟がいる子がすっごい羨ましかったんだよね。あ、じゃあ11歳までは一人っ子だったんだね、うん、一人っ子の期間と兄弟がいる期間両方体験できてるんだね。すごいね。でも実際11歳離れてると喧嘩もしないし、うん、兄弟っていう感じがしないんだよね、うん、そうなんだ。でもむしろこう自分の子みたいな、うん、そう、それが近いかも、そうなんだね、うん、だから近い兄弟が良かったなって思って、うん、そうだね、うん、あとはすっごい先のことになるんだけど、年齢順に行けば先にパパとママが絶対いなくなるから確かに。そんな時兄弟で助け合えたらなって思ったんだよね。そうだね、うん、子供の時代はどんなに喧嘩してもいいから、大人になった時に兄弟同士が仲良くなってくれたらいいなって思ってる。そうだね、なんかいざとなった時にちゃんと助け合える存在になってくれるといいよね、うん、そう、うん。